こんにちは、リジェクター DQ10 です。いよいよ今日、バージョン 4.2 アップデートということで、早速レベル上げのクエスト、レベル105解放クエスト来ておりますが、すごい人ですねやっぱね、初日ということでアップデート直後です。アップデートしてすぐ、5分か10分ぐらいしてから来ておりますが、新メルサンディ国葬対風車の中ということで、この聖剣士サンサさんですかね、オガコさんですけど全然見えないですね、ちょっと名前出ちゃってますけど申し訳ないですけども、まあ誰も見ないと思うんですけど、なんだか響きの宝月を手に入れ、祈るを仕草をしろということなんですけども、まあ、すごい人ですね。6つこの国葬隊に、ここ以外に、風車があって、 そこに入って祈るの仕草をしなさいということらしいですけどもね、6つですね。まあちょっと人についていった方が早いかもしれないですけどね、まあ、この辺りからちょっと行ってみますかね。あそこは前ダッシュしてる人がいますね。ブースト、あの青いあれですかね、扉のとこに入れということでしょうね多分ね。祈るを作ってなかったかな。ちょっと、間違えちゃった。やべえ。チャットしてしまった。集まってとか言っちゃった。これですね。これで作んなくちゃいけなかったですね。一応、レベル上げも、前回の動画で準備をしておりまして、このクエストが終わったら、早速行きたいと思うんですけど、もう一人誰か、タニアさんかヤームさんあたりと一緒にメタル迷宮ペア8周で、そっちタニアさんとかヤームも持ってますから、まあ場合によっては、誘い直してですね、行ってみようかなと思います。あと試練もね、誘い合わせていけばある程度調整が効くと思いますんで行きたいと思いますが、ということで、一つはクリアということですね。あと5つあると、これを風車を探して、同じことを、同じ作業をしていくという感じですね。あっちの、みんなあっちの方行ってますから、あっちの方行ってますかね。ハルベリさんね、この、煉獄天魔に乗りますと、こうちっちゃい、ここで言うとミニデーモンとか、見えないんですよね、視点がね。ちょっと高めにこんな感じにしないとね。あとこういう坂道とかね、こういうのも見えにくいので、たまにはぶつかっちゃったりするんですけどもね。ここは2個目ですね。まあ、こんな感じで6つ、声を集めろと。ささやきでしたっけね。祈ると。可愛い子がいますね。やっぱ小学校がいいですね、私はね。なんだこの UFO は。逃げようとか。やっぱり登録しちゃってる人がいるんですね。デフォルトのセリフ付きのところを消して私みたいにやっちゃう人がいるんでしょうね。まあこんな感じで、どんどん他のあと4つですかね、集めていってという感じにですね、ついていきますかね、この人にね。当たっちゃった。ちょっと、やはり当たっちゃいました、ミニデーモン。カットします。はい、ということで、カットしてそのままあと4箇所行って、その後ですね、ポポリやキノコ屋、これネタバレですけど、ポポリやキノコ山のアモデウスとか、ツレドット山道の、何でしたっけ、あいつ、あれですね、あいつ、ちょっと、むかつく顔したやつですね、羊みたいなやつ、あれを倒して、戻ってきたというの。アモデウスがですね、結構ポポリア行くのも時間かかるんですけども、混んでましてね、待ち伏せしてあるポイントで、
ぶつかって、まあ1回戦闘1回で、クエスト済みましたんで良かったですけど、まあこんな感じで、レベル100を解放ということで、ここからレベル上げしたいと思います。はい、どうもー。